こんにちは、アポロ菅原です。ターザン後藤選手が亡くなりました。自分ところにはオーストラリアの知人からメールで一報が入りまして、まあっていう感じですよ。まあ次の日からはね、後藤選手の話題でいっぱいだったんですけれども、まあアポロさんから見た後藤選手話してもらえないかということだったんですけれども、現実的に後藤選手とはね、若い時、まあ自分が全日本入った時にね、まあ道場で会ってね、彼もちょうど九重部屋ですか、まあ、相撲から来たってことは知ってたんですけどもね、後から九重部屋ってことを知りましてね、ああ大横綱の千代の富士関のとこじゃないかって話してね、それで道場ではね、やっぱりちょうど、三沢選手、川田選手、後藤選手、大体まあ同じぐらいの年齢でしたからね、雰囲気はちょっと上で、まあ越中選手で、まあ自分っていう形だったんですけどもね、自分とは練習は一緒にしたんですけども、まあ食事とかしてたんですが、なんていうかな、その同じぐらいの年齢ではなかったので、ちょっと同じぐらいの年齢の方とは違うと思ってます。それでもね、まあ気持ちは優しい子だなとは思ってましたね。授業に行くとね、結構食事一緒にいてね、後藤選手はやっぱり相撲から来てますからね、石川さんとかよく誘われていましたよね。でその関係で自分も石川さんとかでよくね、食事をしましたね。それで後藤選手はね、何かの銀座かどっかのイベントがあったんですね。その時に千代の富士が一緒に来てくれって言って、そこで声をかけられたらしいですよ。まあ、お頑張ってるなっていう形でね、次の日後藤選手からね、菅原さん嬉しかったって、俺のことを覚えてくれてたって、まあそりゃそうだろうって言っても、そうかってね、やっぱり横綱から見てもね、やっぱり入ってきて、そうかって、相撲はやめたけども今ねプロレスの方でやってるじゃないかと、やっぱりそれはそれで嬉しかったんじゃないでしょうかね。それで自分なんかはね、後藤選手とね試合しててね、嫌だったのはね、彼はね技はまあ普通にやれるんですけども、最後にコーナーからのねこうスプラッシュがあるんですよね。これは自分にとってはね、かなり危険な技でしたね。受けることはまあできるんですけども、自分は試合の流れの中でね、それをバーンと振った時、もうこれでいいんじゃないかと思ったことも正直言ってあったんですよね。まあそれでも、まあ、2点いくつぐらいでねバーンと返すんですけども、体調のそんなに良くない時だったら、もうこのままでいいんじゃないかって、まあそうしたら多分また問題になったんでしょうけどね。それでまあ、自分もね全日本プロレスを解雇になってね、まあちょっとフリーになっちゃうんですけども、その間に後藤選手もアメリカに行ったんじゃなかったのかな。それでアメリカで、まあ、ご結婚されてね、なんかそれが後から聞いたら、まあ、それだから、まあ、全日本の方にはねこうなんていうかな、帰ってこれなかったみたいなこともちょっとだけ聞いたことあるんですけども、それを言うと自分なんかもね、やっぱりドイツ行ってね、ハノーバー行って、まあ、ずっと10月の終わりぐらいまでやってたんですけども、まあまあ、事務所の方からね、もう帰ってこいっていう形で言われたんですけども、
あの時にそうだな、違う行動を取ってたらまた違ってたのかもしれないなと思ってますね。その後に、まあ、ブレーメンとかね、イギリス、フランス、まあ、それからウィーンとかね、大体決まってました、サーキットがね。で、まあ、誘われてもいたんでね、まあ、自分としては、まあ、でもな、帰国命令っていうか、そういうことだったのでね、どうだったのかなと思ってますよ。自分としては行かない方が俺らしい生き方だったかもしれないですね。どうなったか分かりません。それで後藤選手もそれで、まあ、全日本プロレスにはまあなかなか後から復帰したみたいなんですけどね、聞いたらね、とりあえず大仁田さんから声かかって FMW ですか、参戦してね。でも見てる感じではやっぱり一世を風靡していましたね。彼のね、やっぱり個性的な本当のキャラクターですよ。体もこう大きくなってね、だからそれもまた、いいイメージで、ね、まあベビーフェイスにはなかなかなれないかもしれないですけどね、いいイメージだったんじゃないでしょうかね、プロとしては。だから彼とはそういう面でのね、試合をしたことないんですよ。それこそそういう時になった時のね、そこはねちょっと残念だったですね。どっかの時点でやってみたかったとは思うんですけども、まあやってたら俺が血だるまにされてたんじゃないでしょうかね。ノックアウトされてね、このすがらとかって言われたと思いますよ。彼はそれだけポテンシャル持ってましたからね、プロとしてね。でもその後にこういろいろね、他のまあ団体って言いますかね、彼もいろいろ行ったみたいでね、まあ、大変だったと思いますけどね。でもその中でね、千葉でね、彼も千葉に住んでた時ありましたからね、何回か会ってるんですよ。なぜか駅前とかね。それでもこう一緒にこう食事したりっていう時間はなかなか作れなくてね、まあ立ち話程度で、まあ、5分とか10分ね話して、まあ元気そうでやってるなっていう感じでね、あの時にね、なんとか時間作ってね、後藤選手と食事でもしてればね、またちょっとこう話にこうね幅ができたのかなとは思ってますね。まあ自分なんかも、結局、まあ、帰国命令とかねそういうのがあって、まあ全員に帰ってきたんですけども、まあ違った道を選んでたらまた違ったと思うし、まあ、後藤選手にとっては、今から考えれば、まあ、その帰国してください命令みたいなものがなかったっていうことが幸いしてたかもしれないですよね。自分なんかは結局その後にこう来て、まあ、人から言えばね、まあ、国際決戦軍ではちょっと浮いてたんじゃないかっていう話も聞きますしね、まあそうかもしれないですね。ただあの時には結局、馬場さんからね、まあ今いわゆる本体ですよね、本体の方がいっぱいだから相手としてやってみないかということで、言われたわけなんですよね。まあ自分には迷いなかったですね。相手としてやってもいいだろうっていう形で、ただ自分としては、自分のキャラクターとしてはちょっと合わなかったかもしれないですね、後から考えてね。まあそれでもね、やっぱりね、残念でね、俺よりも9つかな、若いんですよまだね。でまだリングに立てたっていうことを聞いててね、まだまだだよなと思って、やれたんじゃないかと思ってますよ。でまあね、まあプロレスの世界もね、まあ残念な話とかってそういうのにありますけどもね、まあお客様からね、やっぱりちょっと危険な技に触れてくれないかということでね、あえて触れますけども、プロレスでいう技っていうのは結局仕掛ける方が
コントロールするんですね、相手をね。まあちょっと悪い言葉で言えば、相手は仕掛ける人に委ねる形になっちゃうんですよね。ですから非常に信頼関係が必要です。指の角度、腕の角度、それだけで、まあ、いわゆるやばい状態になることは可能なんですね。だから自分がコントロールできない技っていうのは、まあ私から見たらやはり危険ですよね。例えばこう投げるにしても、コントロールしてればそんな危険じゃないんですけども、例えばまあ本当にボーンと投げちゃうと、自分もコントロールしてないし、相手も自分の体を多分コントロールされてないと思うんですね。だからそれはまあレスラー鍛えてるからまあ大丈夫っていう人もいるでしょうけどね、やはり私から見たらやっぱり危険な技ですよね。でもまあいろいろなことはありますけどもね、一つなんていうのかな、旅っていうことでね、巡業はどうなんですかっていうことを言われるんですけど、いやプロレスの巡業っていうのはまあ結構味気ないですよ。やっぱり、まあバスとかね、まあ飛行機なんですけどもね、場所に着いてホテルへ入って、まあ、会場行くまでの間多少の自由時間はありますけどもね、で試合終わって、まあ、食事行って飲む時もあるんですけども、基本まあ遅くまで飲んじゃうと次の日がもうきつくなってきますからね。だから次の日が休みだったらまあそれは飲む時もありますけどもね、基本そんなに飲まないですね。私の場合はそうだったんですけどね。だから巡業はまあなんとなくね楽しいんですけども、今も結構あるんでしょうね。昔はもうとにかく国際プロレス、全日本プロレス、新日本プロレス、もう一回そこに出ちゃうと大体3週間ぐらいはね、まあ大体帰ってこないようなスケジュールがずっと続いてましたからね。やっぱり選手おのおのがね、やっぱりまあ基本は乗り物に強くなきゃダメなんですけども、選手おのおのがやっぱり自分で自分のことをね、コントロールしてね、やっぱりトレーニングしたりね、もう本当に疲れてるなと思うときはトレーニングなんかしなくてもいいわけだし、やはりそういうふうにね、プロのね体をね維持してて、お客様にまあ試合をね提供するというようなことでね、まあ巡業はね、大事なことですよね。でやっぱり難しいのはね、やっぱりその土地行くとね、やはりこうお付き合いっていう形でこう飲みに行かなきゃいけないこともありますけどもね、そこでやっぱりこう、あまり崩れちゃダメですよね。やっぱりそこはやっぱりこう、対処と仕方としてね、非常に重要なところですよ、プロレスラーというのはね。酒に飲まれちゃダメですね。まあ酒といえばね、アポロキッチン、まあなかなか大変なんですけども、それでもね、だんだんこう手応えっていうかな、そういうのはもう感じてきていることは事実です。まあなんとかここ、夏過ぎぐらいまでね、なんとかしのげばね、少しは回転するかなっていう感じのものは持ってます。まあ東京の方から来てくださったりね、本当に中国四国地方の方からね来ていただいたりね、大変お世話になりますけども、まあぜひアポロキッチンの方にもね、熊本の方、まあ九州の方、一度でもいいですからね、いらしてね、酒を飲んでください。プロレスの話、そういうことだったらいくらでもお答えできると思いますのでね、楽しくやりたいと思っております。
まあ、あのアポロ菅原チャンネル、そしてねアポロキッチン、よろしくお願いいたします。